レイちゃんママチャンネル。ちょっと時間があるので羽田の中散策していきたいと思います。なんか羽田すごいいいですよ。なんかね、綺麗だし、あと今いるのは第3ターミナルなんですけど、チェックインも早かったし、あと出国審査もめちゃくちゃ早かったです。すごい早かった、スムーズでした。羽田空港なんかこんな感じになってて、ここが出国だったのかな。ここから出国して私147番ゲートから出発なので、こういう風に来ました。はい、あっちにもあるんだね。広いですよね。ゲートの近くに遊び場がありました。こんな感じです。一応1歳から3歳くらいまでって書いてありますけど、れいちゃんもなんか遊んでましたね、一緒に。あの富士山かわいい。ここは何スペースなんだろう、なんだろう、なんかゴロンってできるスペース。へー、お菓子の自販機がある。アルフォード食べたい。大人も楽しい。ガチャかな。はい、どんな感じなんだろう、行ってみます。あ、シナモロールだ。めいちゃんが好きなすみっこもあります。これもう多分何回もやってたな、確か。大人も楽しいと言ってる割には結構子供向けな気がするんですけど、114番ゲートのそばには、こういう風にバーがあって、お酒が飲めるとことか、あとお好み焼きですね。おでんもあるよ、すごいね。お好み焼き、おでん、あとはお寿司も売ってる。であっちがフードコートみたいな感じになってて、そこに持ってって食べることができるんだと思います。この辺のデューティーフリーは何だろう、時間が遅いから閉まっちゃったのかな。なんか昔は海外旅行行くたびにデューティーフリーとかで買い物してたけど、なんか今そんな感じじゃないですよね。ご利用のカードをお選びください。ちょっと反対側も行ってみようと思います。サマンサとかもあるんですけど、やっぱりコロナでもうずっと休みみたいな感じで閉まってるお店が多いですね。中もここのお店もやっぱりコロナで休業です。逆側歩いてきたけど、お店もなんかあんまないし、フードコートみたいのもないですね。栄えてるのはあっち側だったみたいです。マッサージチェアがあります。10分で200円だって。あとはここパソコン使えます。成田にはゲート近くコンビニみたいなのあるじゃないですか。ないんですよね、羽田って。ちょっとおにぎり買ったり、ちょっとジュース買ったりとかするのにないから、不便だなぁと思います。ショー、こっちよ、ショー。はい、これ全部機内に持ち込みます。今日朝草加駅で西口から東口まで荷物めちゃくちゃガラガラ、荷物がすごい多くって、ショーをベビーカーに乗せてガラガラしながら、私スーツケースをガラガラして、もうこんなになりながら駅の方に向かって歩いてたんですね。でメルボルンとか、まあ、オーストラリアだったら誰か手伝ってくれるなっていう感じだったんですけど、そう、でもやっぱり日本で、あ、何撮ってんだけどマミ、うん、もう行きますよ。はい、じゃあもう帰ります。はい、帰ります。